皆様ありがとうございました。続きまして TVK ファイト川崎フロンターレ MC 木口美和子さんのご挨拶です。それではまず木口さんをご紹介いたします。木口美和子、1978年8月3日生まれ、福岡県出身。テレビ神奈川での放送の応援番組ファイト川崎フロンターレ4代目 MC。 3年前テレビ神奈川で新しい MC を募集するオーディションが開催されたそうですね。当時番組側が漠然と設定していた応募の条件であった年齢をすでに超えていたあなたから最後の連絡があった際は、ずいぶんテレビ神奈川も同席していたクラブスタッフも驚いたそうです。ただそれ以上に驚いたことは、部屋に入ってきたあなたの発言だったことを知っていますか？多くの方がスポーツが好きなんです、私頑張りますと笑顔でにこやかに話す中で、あなたの第一声は、年齢だけで判断しないでください、やる気あります。そう、気合いとやる気に満ち溢れた言葉でした。過去の実績や実力から他を推薦する声もある中で、クラブスタッフは即決で決め、かたくなに譲らなかったそうです。モデルの仕事をしてきた中で、新たなチャレンジは本当に大変だったと思いますが、丁寧な仕事ぶりは私たちが3年間一番そばで見ていたつもりです。私たちサポーターに優しく接してくれ、いつも爽やかな素敵な笑顔で包んでくれた美和ちゃん、3年間本当にお疲れ様でした。木口さん、本当にお疲れ様でした。それでは木口美和子さんからご挨拶を頂戴いたします。美和子さん、よろしくお願いいたします。まずはこの送別会に私まで参加させていただいて本当にありがとうございます。私はファイフロー3年間 MC として務めさせていただきました。オーディションの時、先ほど言われたみたいにもうやる気だけはあったので、もう年齢は気にしないでほしいと伝えました。それで決めていただいたんですが、まあ、MC という仕事を今までやったことがなかったので、初めは1年で終わってしまうんじゃないかと思っていました。でも気づけば3年もやらせていただけて本当に感謝をしています。実を言うと1年目からこの番組を卒業するというのが怖くて寂しくて、開幕からもう1試合終わっちゃった、もう5試合終わっちゃったとマイナスなカウントダウンをしていたんですが、それをディレクターさんに言ったら、そんなネガティブじゃいけないと怒られ、気持ちを改めて頑張っていたわけなんですが、どんな時も選手の皆さんは本当に嫌な顔一つせず、私のへんてこなインタビューにも答えてくれ、無茶ぶりにも答えてくださいました。サポーターの皆さんもスタジアムに行くと美和ちゃんって声をかけてくれて、ちっちゃな子供たちも私に駆け寄ってくれて、自分の子供みたいな気持ちになったりもしたんですが、その子供たちの成長を見れて、とどろきのお母さんも私にはたくさんできて、毎回声をかけていただいて本当に嬉しかったです。幸せでした。家族と離れて暮らしているので本当に皆さんが家族に思えて、本当に心強いというか、仲間がいっぱいできたっていう心強さで他の仕事も頑張ることができました。皆さんに本当に感謝の気持ちを伝えきれないんですが、どうやったら恩返しができるかなって考えてて、ファイフロー卒業してしまいますが、他の雑誌や他のテレビのお仕事で皆さんに見ていただけることが私ができる恩返しかなと
思います。フロンターレをこれからも応援していく気持ちは変わりませんし、ゆりかちゃんとも一緒に轟きに行こうっていう約束をもうしていますので、これからも末永く木口美和子と赤ゆりかよろしくお願いします。本当に3年間ありがとうございました。ゆりさん、ありがとうございました。それでは花束の贈呈がございます。贈呈はファイフロの前田ディレクターからです。前田さん、よろしくお願いいたします。前田さん、ありがとうございます。